ロサンゼルス・オビツトモアキ、米大リーグドジャースの大谷翔平は20日、日本時間21日、本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に一番指名打者で出場し、5回に2試合連続の本塁打で、自己最多を更新する52号ツーランを放った。打球は中堅左に飛び込み、飛距離423フィート、約128.9メートルを記録した。 7回には52盗塁目となる2投を決めた。自らの記録を伸ばし、52本塁打、52盗塁、となった。